よし。ちょっとバランス悪いな。まあいいでしょう。お疲れ様です。あ、どうもどうも。こんばんは。いや、顔さ、出してさ、配信しようと思ったんやけどさ、ちょっとびっくりするぐらい、目がむくんでた。確かによ。1時間半ぐらいか寝たよ。私は変な時間に起きたら12時半とか。どんな一日でしたか？荷造りなんてもう終わってないどころか全然してない。今日何してたんだろう一日。もうひどい。今日やろうと思ってたことね、一個もできてないの。今日何してたんだろう本当私。あ、ママとマック行って、ママがご飯カルビ買いたいっつって、ご飯、ま、あのマックので、ママそれ買ってお家帰って半分しようっつって、中身開けたらご飯照り焼きだったの。これ何、じゃあ間違って作っちゃったんだって思って、レシートとあとクーポン使ったんで、それクーポンの見たらママがご飯照り焼きを間違えて頼んじゃってたんです。もう二人でさ、ご飯カルビ食べれるってすっげえワクワクさして帰ってきたのにさ、もうズコーって。ってなったよね。荷造りやってないの。そうなんだよ、どうしよう。夕方ちょい前くらいに、そう、大阪行く準備すっかって気合だけはあったんですけど、なんかもう今回のね舞台ね、毎日稽古だったんです。で、休みが一日もなくて、久しぶりの休みにちょっと甘えてる完全に。これはう
しかももう2時でしょ、やばいじゃん、どうすんの。あ、カオピョン、シンデレラのなんかあれありがとうステッキか、ステッキありがとう。副会長に休みはなかったのですね。そうなんです、毎日会議してて、毎日会議してきたから本当に全然休みなかったですね。こんばんは、ありがとう。あの、お疲れ様、楽しかった、やったありがとね、来てくれて嬉しみ。お、山ちゃん、レインボースターありがとうございます。昨日はね、あのあとね、確か寝落ち したんですよね、もう諦めて。はぁ、ほんと、よくないよくない。と思いながら、個人的に家庭科部似合いそうだなって思いました。あん？なんだとてめえ。どの口が言うとんじゃおら。やばい、不良モードに。今大丈夫ですよ、よかった。私は刺繍を得意としています。刺繍、女の子のこのこういう感じかわいい、萌えですな。3人を静かに。不良に免許はいりません、いるわ。マッキーさんのファンレベルが上がりました、いつもありがとうございます。刺繍が施された服を作りたいと常々思っていました。そんな時出会ってしまったんです。それは特攻服です。特攻服なんで、私に話しかけるときは、やっていく中で不良への憧れが強まってしまったので、で気が短くなってしまったので、私に話しかけるときは少し気をつけてください。冷静に怖いこと言ってる。いいんじゃね。今お絵かきしてます。
よし、できたできた。なんだと、なんだこれ。大体な、うちは全員にイラついてんだよ。ですから。でもでもじゃねえよ。自分の部員がでもって言ったら腹立つだろ。写真部、はいです。その語尾のです、どうにかなんねえのか。気をつけます。です、ますです、無理があんだろ。だいたいな、人の写真売りさばいてんのやべえからな。自分の考えのやばさに気づけ。は、はい。放送部、ヘイ。はいだろ。五十嵐千夏ちゃん楽しそう。二重人格的なの似合うと思うんですよ。いや、あれはやってみたいよね。ちょっと家で練習してみたもん。ちょっとでも声量的に大きな声出せないからさ、家じゃ。急にやって家でさ、バカでかい声でさ、なんだぞてめえとか言い出したらさ、近所もびっくりするやん。いや、近所にどこまで声が届くか分かんないけど。なのでちょっと、でもあん中でやってみたい役は五十嵐千夏、家庭科部の五十嵐千夏と、あとはキワコですね。キワコ、なあ兄さらちゃん、私は次の選挙で副会長に立候補する。だからキワコは初期に立候補して支えてほしいの。私が初期？そう、公演祭パフォーマンス対決はなんちゃらこちゃらなんちゃらこちゃら。だから私、来年は私たち二人で文化会を勝利へと導くのよ。私にできるかな。キワコなら大丈夫。ありがとう、頑張ってみるよ。キワコやりたい。何言ってるのって、全部サラちゃんのために、ハンドサラのためにうちらが作ったもの全部壊したの。私たちのセットは元には戻らない。それは正直申し訳ないと思っています。でも皆さんがいい加減にしなさい。あ、裏切り告白した時にすっげー悪い顔すんのもいいけどさ、十分ありやけどさ、なんか無表情淡々と言うのもめっちゃ怖くない？表情に出さずに怖いことする。だって正直悪いと思っていますって言ってもさ、でもサラちゃんのために やってるんだからさ、めちゃくちゃ悪いとは多分思ってなかったと思う。ハンダサラは誰がいいん？むずー、その質問。あのキャストの中で？めっちゃむずいこと言うじゃん。誰にでも適応して愛せるキワコをやりたいな。ヤンデレなのかな。ちょっとね、現場ではサイコパスって呼ばれてましたね。はい、ハンダサラマジ融通きかなすぎて草。
見に来てもろてさ、ハンナサラどう見えた？そのサラちゃんの過去を知るまで。え、もう2時過ぎてんだ。うわー、顔のむくみどうにか治らんかな。まつげあげたらちょっとは良くなるかな。良くなってるように見えるかな。ハンダサラガチガチやなって思ったせやんな。そうやねん、台本読んだ時にさ、おい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 みたいな、あのあれただあこ再来みたいなあこちゃん覚えてる？私たちの距離の正義振りかざしまくり何役、その正義が時に物事を進めるのに、進める上で邪魔になるというか。ああなるほど、頭固いのか不器用なのかどっちだって考えてました。不器用ですよね多分。副会長意外と不器用よね。でもそれがいいとこなんじゃない。私は副会長好きですって最年少にさ言われるのめっちゃ嬉しい。日比谷舞役の子は15歳だったんですけど、高校1年生ですね。私は副会長好きですって、いやー私も大好き好き好き。ハンナサラに毎日ノート見せてもらって怒られたいいい加減自分でノート書かなきゃダメだよって。それでも見せてくれんの、いい人やなハンナサラ。宿題見せるのはいいけど自分でやらないと意味ないよ。今回だけだからね。山本ひいろちゃん、彼女を見つめるりなっちの目、ね、可愛すぎたでしょあの子、本当に。私が好きなタイプの可愛さで困ったよね、本当ね確かにりなちゃんめっちゃ好きそう。そうなんですよ、大好きなんですよね本当に。ああいう感じ、うん。いやー、それにしても久しぶりのオフは、久しぶりのオフはめっちゃ無駄な時間を過ごしましたね。最高。無駄な時間過ごせるってすごい幸せなことだと思う。まあでも休みが本当もうないから、あのその一日の休みがすごく貴重なんですけどまあでもどうにかなるでしょう荷造りは。え、でもね、冬服何持っていこうかな問題があるんだよ。ちっちゃい子好きでしょ。いや、ちっちゃい子が好きなわけじゃないのよ。ちっちゃい子全員好きなわけじゃないの。
確かに大阪って寒いんですか？大阪住みの人教えて。でも何持ってこう。そう、服をね、いやだから私冬服楽しみたいタイプなんだけど、だから聞いて聞いて、稽古行くだけなのに毎日違う服着ていったし、あ、てか毎日違う服を着ていくことを目標に今回過ごしたんだけど、本当に毎日違う服着ていったのよ。 SM オペラはもう諦めて、毎日稽古じゃなかったからずっと同じ服で行ってたんだけど、夏服が少ないから雨降る勝負の時はなんか 3,4 着をローテーションしてきてて結構困った。そうそうそう、だからね、どうしましょう。秋服買ってなさすぎてほぼ同じ。私もね、服今回入荷してないんですよ。ただちょっとマジでちゃんと服着ようぜってなって、今まで着てなかった服も引っ張り出して、あ、でもまだ着れるなっていうのも本当に上手に着回して、そうだからいっぱい服持ってるから、いや大阪に何を持っていくかっていうね、だ12月まで公演あるから、それをどうしようかなっていう。親にめっちゃ食心配された。ご飯食べれんのって。ご飯なんとかなるよっつって。顔出すか、ちょっとむくんでんだよな、まだ。アウターは冬用ねえ。そうなんだよ、どうしよう、アウター。超悩む。あ、マッキーさんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。アウターもね、いっぱい持ってて、そう、11月から12月っていうね。で、あんま外出ないじゃん。あ、でもマフラーは持っていこうかな。ね、さ、なんかマフラーってさ、家になんか3つ4つあってさ、3つじゃないわ、4つ5つあってさ、困ってんだよ。そんないらんけど使ってないからさ、捨てるわけにもいかんし、使えるしさ、困ってんだよ。千秋楽まで3週間くらいだから、多くても20着。いや、20着は多いで。20着は絶対いらん。でも20着持っていきたいよ、気持ち的には。ね、どうしようね。マフラーって可愛い色って買っても意外と私服と合わなくて溜まってく気がする。そうね。でも私でも、もう 寒いからつけるみたいな。なんか白いマフラーと、あと薄い紫のマフラーと、なんかチェックのマフラー持ってて、あと茶色いのもあったかな。黒とかないな。黒欲しいな。そうそう、今回ね、もうキャリーケース持っていくのやめようと思って、全部宅急便で
送ろうと思います。うん、出発する日に自分がもうさね、大変やん。前回めっちゃ大変やってん、荷物が。顔出すか、頑張って。一泊二日でもキャリー重くて泣きたくなるのにそうだよね。なんか私さ筋肉ないじゃん。だからさ階段とかさキャリーケースガン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 ってやりながら持ってったりしてたの。まあそしたら痛い目にあったわけよ。もうタイヤが壊れてしまう。あと亀裂が入っててキャリーケースに。恐ろしくない？そんなもんでさ、もう今キャリーケースのが家に4つぐらいあったのに今2つしかないんだよで、キャリーケース頼もうかなって注文しようかなって思いながら結局できてなくて、もう諦めました。諦めたんです。キャリーケース壊すのはすごい。いやだってもうすっごいむくんでる。どうした？いやそう、でも現役 NMB の時から使ってたから余裕で7年とか経ってる。カレー大好きさんのファンレベルが上がりました。いつもありがとうございます。眉毛がないのかな。充電 20% になったし、やば。そうそう、で聞いて、さっきお絵かきしてたのね。これなの。我ながら頑張ったと。どうです？あとでツイッターにも載せようと思うんだけどさ、もうすぐね誕生日の親戚がいて、でその子がコナン好きだからあげるんだけど、毎年その子に何かしらイラスト描いてて、私はコナンにしました。いつもネタを混ぜてね。これ今誕生日妙だなっていう、これを、これは今年の私からのプレゼントです。絵が下手なりに、絵が下手っていうか模写大変だった。うまいですね。やった、ありがとう。あ、そうだそうだそうだ、蝶抜き体型変性器と時計型麻酔っていう特別編でね、そういうネタありましたね蝶ネクタイメインにしました。
トレーシングペーパー使ってない。もうスマホとこうにらめっこ。難しい、アニメのキャラクター描くの。かわいい山ちゃん、ありがとう。馬ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。かわいい、 ありがとう。一応ねまつげだけは上げといたのよ、せめてものあと一応リップも塗った。というわけで大阪に行く準備をしていないという現時点での報告でした。元がいいのね。そう？ああ、普通のコンタクトレンズも買おうと思ってたのに、もう届かないよな。無理だ。やってしまった。二次元はそれほど難しくないよ。いや難しいよ、バランスが。コナンは特に頭が大きくて目がこんな大きくてここがキュッてなってるから、そこのバランスがなんかおかしくなったらさ、なんかコナンじゃない、なんかね、雨降ってる今東京の人、雨降ってますよね今。そうだ、このコナンはまあまあうまく描けたと。え、さ、二等身は得意よ。そうそうそう。でなんかその子はなんかあとストロベリーなんちゃらなんだっけ、ストプリとかいうやつがその子好きみたいで、でさっきそれのなんか猫と一緒にいる二頭身のキャラクター二頭身のキャラクターは描いた。やっぱ二頭身の方がすっごい描きやすいだって目がこれなんだもんそう、封筒にそっちを描いて。今日は冷たい雨降りだよ。あ、そうなんだ、雨の日な。なめ猫じゃない、ちゃう、なんかそういうグループがいるねんて。でだからそういうの好きでもないのにそのグッズをさ、わざわざさ、去年だったかな、去年アニメートとか行ってさ買いに行って、めっちゃなめ、そのいとこが大好きなのね、私その子のことが。自分妹いないじゃないですか、だからその身内に女の子いるのがすごい嬉しくて、私はだからすごいいろいろ買い与えてしまうというか、まあって言っても誕生日の時ぐらいですけど、うん、あのその子は結構アニメが好きやから、なんかアニメと言ってなんか好きなキャラクター聞いてなんかいっぱい買っちゃってさそれがなければアニメとは
多分ご縁がない全然知らないからね。結構さその、まあ、舞台で出会う仲間たち女の子結構そうアニメが好きみたいな、あとはまあサラちゃんもアニメ好きとか結構あるからさ、でもほんと見ないんだよね。なめ猫ブーム、中学生か小学生の頃にそういうのがあったのよ、ああいうカードの。でも買ったけど、まあ、どっか行っちゃったけどね。りなちゃんが見てそうなのなんだ、プリキュア、あ見てないけどプリキュアは好き、好きよ。でもアニメイトに売ってるっけ。うん、そうサラちゃん、武井サラちゃんのことね。武井サラちゃん何かしらアニメが好き。だからさアニメ好きになりたいなとは思うの。なぜかというとその私ガチャガチャが好きなんですよね。ガチャガチャだからさ、例えば鬼滅とか呪術廻戦とか、あと東京リベンジャーズとかその辺ですかのガチャガチャってほんと多いのよ。ガチャガチャ行くと、あとあれ五等分の花嫁とか、あとなんだろう女の子のキャラクター、なんかいろいろあるよね。そうアスパイファミリー多いね。そう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 、なんかガチガチいっぱいあるじゃないですか。あとあれなんだっけ出てこない。そうだアニメが好きだったらそういうのめっちゃやりたいのに、でも知らないから、そうだ結局サンリオとか、あヒロアカ、そうそうそう、それが出てこなかった、それ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 、その私が好きな場所はサンリオショップなになにどういうこと、なんでなんで、ラブコメ系は途中で睨みつけ始めそう。え、なんで？なんで睨むの？なんか、どういう、ちょっと詳しく。本当に顔むくんでんの？いつもの顔じゃないもん。しーん。ガチャガチャ今200円だったら安い方かな。だいたい300円。まあ400円かな。でちょっといいやつだとカードキャプターさくらのトルソーとかは500円。100円とかの時代めっちゃあったのにね、もうないね。あ作り話のキュンキュンとか好きじゃなさそうだなって思っただけですおもろえ、うん確かにキュンキュン、うん、キュンキュンあんましないかも、ね、全部に突っ込んじゃうかも。何やねんそれってそんなあるわけないやろがいあ、違うか、そんなあるわけないやろがいを楽しむんかアニメは。なそうやんな、失礼しました。え、なんでむくんでるの、寝てた、そう多分うつ伏せで寝てたんじゃないかな、あんま記憶にないけど、なんかご飯食べた後眠くなるっていうすごい赤ちゃんみたいな現象が起こって、ちょっとね睡魔に耐えれなくて寝ちゃいました。おーこんばんは。そのワンピースとかめっちゃ泣けますよって、めっちゃいいですからほんと見てください。わかんないんだよそういうの、
いろんなさ、なんかアニメ好きな人とかにめっちゃ泣けるからみたいな、泣かない、あんま泣かないんですよね私。そういうのね、でめっちゃ泣けますよって、別に泣きたくはないめっちゃいいですから本当に見てください、めっちゃ感動します。ちょっとわかんない、昔からそういうのを見て育ってないから。UFO キャッチャー、ラウンド1は100円が多くて、ナムコとかあと他どこだろう、200円とか、モーリーファンタジーとかもどうだった、200円とか。いや、UFO キャッチャー100円でポンポン入れるのがいいんじゃないですか。200円だとやっぱためらいますよ本当に。スパイファミリーの夜さん、ちょっと調べてきていい？夜さんだって、夜さん、スパイファミリー、おーすごい、スパイ風だけでも iPhone で出てきた変換すごいね。おーなるほど、かわいい。夜フォージャー、すごい、殺し屋だって。何スパイファミリーってどういう話なの。帰ってきましたうん、似合いそう、酒癖めちゃめちゃ悪いです。いや酒癖は悪くないですよ私、しかも最近飲んでない、大阪行ったら飲もうへえ。最近は何回も動かして落とす系とか多すぎて萎えないね、わかる。なんかさ、ここを動かしたら、こう動かしていったらちょっとずつずれて落ちますよとかが好きなのにさ、その例えば元店員だからいろいろね、その機械に名前があってツインとか、あとデカクレとか、あとミニッチャとかチビクレとか、うん、そうが結構多いと思うんだけど、 それはやっぱねイライラしますよね、なんなんて思うなんで話すんだ。あ、そういうことな、スパイの仕事をする話なんだ。あ、そういうこと、あ、そうなんだ。スパイの父と殺し屋の母とエスパーの娘と未来が見える犬の話。それアニメになるの、すごいね。すごいねそれ。揺れた？揺れてないよ。あ、そう、そうなの。じゃあそのエスパーの娘がもしかしてそのアーニャってやつですか。違いますか。それともアーニャが犬ですか。それともアーニャが母ですか。アベマ TV か、なるほど出た。アニメあんまり見ない友達ハマってたから、りなちゃんもいけるかもしれん。よく言われる、あんま見てない人でもこれはハマるからってな、好きな人にとってはさ、そのアニメが好きな人とかな、めっちゃ進めたいの分かる、めっ
ちゃわかるわ。アーニャは娘です。アーニャが娘。なるほど。アーニャピーナッツ好きみたいな。テレ東なんだ。そっか、アニメだから。そっか、土曜の23時から。知らなかった。最近テレビつけてないな。おでん屋さんのファンレベルが上がりました。いつもありがとうございます。犬の名前はボンド。なるほど。泣けた映画あんま泣かないんだよね私。泣いた映画ないぞ。いつからか何かを見て泣くことがなくなった。あ、でもディズニーのショーは見て泣くとかあったけど、作品を見て泣くってのがね、ほんとなくて。なんだろうね、結構ディズニーはよく見るけど泣かないし。そうなんだよ。笑う系見てるイメージある。そうね、あれとか今日から俺はとか、あとは何だ、あとはドラマつながりで見たり、あのあれ、あなたの番ですとか、あとはマスカレードホテルとナイトは見たね。2つとも。それ以外は最近は見てないな。そう、芝居では泣けるんですけど芝居では泣けるんですけど、ちょっとね、芝居では泣けるのに、そういうの見て泣けないんだよな。いい話だなとか思うんですけど、感動はしてんだけど、どうもでだから多分雨降る勝負とかも私が観客側だったら別に泣かないと思うなんでだろう、涙は出ないんです、そっちでは。ですよね。芝居で泣くとき何を思って泣くの？そのシーンのことを思って泣いてます、はい、こっちはズビズビ泣かせてみてありがとうありがとうありがとう、やって嬉しい何を持って泣くのって、次郎がいなくなるから勝手に勝手に泣くから、勝手にいなくなるから、だからな。あとはわたきょだって、そうさ、なんだっけお母さんの名前、お母さん、いくみのお母さんがいなくなっちゃった。それでもないんだしな。ちゃんとそのシーンに適応して泣いてる。いや、ただだから私が個人的に不思議に思うのは、あの映像作品で例えば回想のことを思い出して泣いてるみたいなシーンあるじゃないですか。
でもさ、その回想のシーンは実際にさないわ、その映像で撮ってる時はさ泣いてないわけじゃないですか。あれってあの女優さんたちはどういうつもりで泣いてるんやろうと思って、映像の方がちょっと謎が多くて私にはまだわからない。夜さんの弟がかわいそうなことになってますねって。そうなの？それは物語上の話？引っ張りだこ的な？どういうこと？泣いてってお願いしたら？いや泣けないっすよ泣けないわよそんな。いやドラマとか出てさ泣いたりする人たちってほんとすごいなって思った。こちら側ギャごめん充電が 10% になった。充電器取ってこうかな。それとも終わるか。こちら側ギャン泣いてるじゃないですか。挨拶の時はどんな気持ちで対面してるんでしょうか。カーテンコールの時の話してる？カーテンコールの時？カーテンコールの時はどんな気持ちでめっちゃおもろい質問泣いてることに対して、こちら側としてはめちゃくちゃ嬉しいんですわ。いや見えてる見えてる見えてる。ちょっとその話またするけどさ、枝川コナンさんが訪問やって、ちょっとコナン今もおる？二度目の訪問ってまだおるんやったら見てほしいねんけどさ、江戸川コナンさんまだ退出してないことを願ってみるけど、どう？あなたの似顔絵を描いたのこれどう？誕生日のもうすぐ誕生日の子に描いたねカードなの。まあ反応しなくてもいいんだけど、ちょっとこれ描いたよっていうのだけ見て。はい、うん、いやちゃんと見えてるよ、ちゃんと見えてる。ここカーテンコールってさ超時間短いじゃん。でさこんなわーみたいな、特に雨降るなんてこんなできひんやんか。だから一応こう見て見て見て、あ泣いてる、嬉しい。ちゃんとでまず見に来てくれたことが一番嬉しいし、本当に本当だったらロビーに出て一人ずつありがとうございますって言いたい気持ちでいっぱいだけど、まあ舞台上からしかねお伝えできないから、そこでいっぱい、まあ、伝えるのと、あとはもう何よりそこでも泣いてるのがね見えたらね、よっしゃ、私たちがなんか芝居をしてそれで何かを感じ取ってもらえたなら、別に泣かせたいわけじゃない、泣かせたいと思ってやってるわけじゃないけど、だからそれをその少しの時間を見てそこで泣くほど何かを感じてもらえた、泣くほどのめり込んでもらえた、もしくはまあ感想がちゃんとね出るほどちゃんと見てもらえた、それはもう嬉しいです。おっしゃーだよ、おっしゃありがとうって思うね。これからも存分に泣きます。うん、ほんと泣いてるみたいなには全然思いませんか。だってさなんかさそういうのは見たことはないけど
これ泣かせに来てんなみたいな、うわーみたいなさ、もしかしてあるかもしれないじゃん、冷めるわみたいな。 そうじゃなくちゃんとその瞬間を見てそこで感じ取ってもらえるんだから、まあ幸せですよ私としては。たださ、こちら側としては泣いた後やからめっちゃしんどいめっちゃしんどいね。あの後一回一回でのなんかもうちょっと心がしんどい。だって全部で9公演やったから9回ジローいなくなってるんですよ。しんどいて、マジで。そんなおらんく並んでもええやんって思う。1回ぐらいさ、なんか来年の春を迎えることは厳しいでしょうって言われるけどさ、1回ぐらい春まで生きて一緒に桜見るぐらいのそのB パターンもあっていいと思うんだよね。私はなんかお茶菓子取ってきてくれませんかなってさ言わなくてもさ、ちょっと良くないって思ったりするんだよねたまには。でもそういうわけにはいかないみたいでさね、ほんとえ、そうおもろくない？ A パターン B パターン、あのね、ここまでのそう芝居は一緒で、こっから日替わりで町根は A パターンだから、ジロー死ぬパターンB パターンはあのジロー生存コースそれあったら私結構楽しいと思うんだよな。どっちにしろなんかしんどい気がする。いずれだからジローはもう最終的にはもう結核やからもう死ぬねん。 どっちみち死ぬんだけど無事来年のその次の春まで迎えられました、やったねバージョン、やったね。でも春を超えた時にあのなんかのタイミングでね、それもまたなんか粋な感じでいなくなっちゃう、結局おらんくなんねんけどさそれとも完全生存、となんだっけ役名、風子か、風子彼氏連れてくるパターンまで行くか。あ、確かにどっかで生きてるかもしれんや、確かに確かに。どっか行っちゃっただけで、あのそういうこと、そういうの考えるのめっちゃ好きやねんな。だからさ、例えばさ今回の会議は踊るとかやったらさ、もうあれじゃん紀和子が事前に入った意見が出ると思うって言ってくれなかったらさ1回目の会議で終わってたからさあのもう資料を忘れてきてしまって、副会長が、あ、そうそう資料忘れてきたから、もう今回は今まで通りの例年通りのパフォーマンスにしようと思います。はい、では皆さんお疲れ様でした。でみんなハタルとか言って、はぁ、わったわった、キワコどうしよう、私1回目の会議で終わると思ってなかった、そうだねサラちゃんどうしよう、でも私たちは何としてでも生徒会長になるからだから高野祭までまだ残り5ヶ月、ここから策略練りましょうそう、策略を練りましょうで物語続くから大丈夫、舞台はまだ終わらん。
ね、その選択を誰がするやながら、マチネは A パターン、ソワレは B パターン。会議踊ってねえじゃん。そうだね、確かに。しかも序盤、1回目の会議とか超序盤だわじゃあ逆に C パターン1回目会議からこうやったら覚えるよ。ほぼ倍倍、本当だ、倍だ。無理、もう無理、そんな覚えられへん私。もう無理無理無理。あとはねえな、で1回目の会議で鳥居の帰宅部代表の鳥居さんが、分かった、私も協力する、全員一致です。でも第2回会議があるか、どういった演劇作品を作るかな。あ、で MC バトルって言わずに、そう、ちゃんともう演劇に賛成しました。じゃあどういった演劇作品を作るかの話し合いに入ります。で幅さんが考えてきました。あ、でも考えてきて初め BL の話をするから、そこで一回却下になる、諦めます。で白雪姫でいいんじゃない。いや、それはないでしょう。じゃあ改めて考え直しましょう。じゃあ3回目の会議まであるね、一応ね。一応できるじゃん、それ。あ、でも結局、負けちゃうんだよな。クソクソ、なんで負けんだよ、あんないいパフォーマンスしておいて。うん、セットと特攻服なしでも芝居したらええのにって思います確かにそうだよね、十分あの演奏が、だってそうだよ、脚本は無事なんだもん、演出だってできる。え、でもさ、ダンスどのシーンに入れてたんだろうね。いいじゃん、副会長の推理ダンスなしよ、せっかくのいい物語が台無しじゃない。しかも結局犯人はなんだっけ、同じ村の仲間だったって、しれっと犯人言ってる。犯人はまだ決まっていませんっつって。 BL？ そうそう、 BL が好きなねキャラクターの子がいて、役で、うん。ちょっとさ、もう終えるんだけど配信、けどさ、もしかしたらさ、ちょっと充電がやばいかもしれんからさ、一瞬持ってくるわ。どうしよう、この間に消えちゃったらやばい。その時はその時、あかんよ、ちょっと待ってね、届く充電器。ランキングを読みます。いきます。空飛ぶうさぎさん、ワッキーさん、マスオくん、ビビビビビオロゲンさん、岩の夫さん、コーナーさん、ダイダイさん、おでん屋さん、カオピョン、ホリッチさん、ひとよくん、マッキーさん、1位が山ちゃんでした。ありがとうございます。これ持ってきたの、これ浅薙学園文化会クラブ部費の推移ですねこれめっちゃおかしいんだよ、これ資料本物です。これは演出の熊田さんが
実際に作ったものなんですけど、てかね、部費ね、年間の部費、あのセリフで野球部こんな体育館こんなもらってんのかクソみたいな、で野球部が年間で69万ぐらいもらってるんです。だいぶやばいですよね。もらいすぎだと思います。でこれ、これね、野球部でこの途中めっちゃ冷めてる。そうなんです、不祥事を起こしたらしいんです、水泳部が。すごい芸が細かいですよね。ここ水泳部ね、あんま画質が悪いな。水色水泳部、これガクンと下がってる。2013年に水泳部が、え、何を起こしたって言ってたかな、なんか不祥事を起こしたらしくて、で水泳部一回ゼロになってますね、右肩上がりだったのに。でなんとか徐々に追いついてここまで上がったと。で野球部は多分強豪校なんでしょうね、トップずっと走ってます。か校長か野球よっぽど好きか。で競ってるのがテニス部とバスケ部。いやなんかね、何やらかしたって言ってたかな、水泳部けど、ほんと全部終わるぐらい。それにしても文化部もらってないね。文化部ひどいよ ね、ひどすぎ。このさ、一番低いのがさ、放送部。放送部が一番低いの。それはさ、なんか年間でさ10万ももらえないんだからさ、カメラも買えないよね、カメラ1台を。カメラすら買えない。で吹奏楽部が一番軽音よりはあるんか。ちょっとこの差はさすがにやばいですよね。そうそうそう、演劇部は地区予選落ちだからなかなかやし、放送部より文芸部が多いのがちょっとね、ちょっとよくわかんない。ちょっとこんな感じでした。ショールームとどこまでね、画像上がるのか見えてるのかわかんないけど、このね、この縦のがまずもらいすぎなんですよ。年間予算てか部活多いよね。こんなもんか。いやそりゃ部費上がるって言ったら協力するよな、こんなな、っていう感じでした。ほんまに水泳部が一回ゼロ円になってんのがおもろすぎて、放送機材は部のものじゃないからな、確かにそれはそうなんですけど、本当だよ、校長、全国の校長が集まるキャンプってなんだよって思いながら、うわ、でもねこれ不思議だな、2014年に演劇部が少ないけど一回グンって下がってる。これも気になるな。しかも吹奏楽部もいい感じに上がってたのに下がってるし、絶妙なんだよなこれ本当に。
そう、カオピョンのファンレベルが20に上がりました。初めてだって。いつもありがとうございます。ありがとうありがとう。そうそう、こんばんは。あ、もう終わりますね、そろそろ。そうでさ、みんなはさ資料配られてるからさ、いつも綺麗な状態なんだけど、私あのスクールカバンにな、そのままぶっ込んでるからさ、もうボロボロやね。ありがとうございますって。いやいや、え、りなちゃん何部に入りたい？家庭科部がいいな。刺繍やりたい。あ、演劇部もあるか。でも演劇部拘束時間めっちゃ長そうやしな。家庭科部がいいかな。でも私中学生の時は文芸部でした。特攻服作りたい。全然協力する。しわしわリアリティやっていいのでは。よっぽどね、これとにらめっこしながらどうしたらみんなにうまく伝えられるか頑張ったんだろうな。うん、家庭科部がいい。そしたらほら料理もできそうだし。でも刺繍を得意としています。だからやっぱ刺繍のクオリティ上げたいね。では3時になるので終えようと思います。あ、大阪に行く準備どうしよう。どうしようかな、マジで。服、帰宅部は鳥居さんしかオン。え、あ、そうやね、確かに。オン、なんて読むの、オン系か、オン系、あ、オン系だ。恵み、慈しみだって。オッケー。恩恵だなぁ、ごめんごめん。いや、ほんと鳥居さん以外なんもないんだよ、かわいそうに。でもまあ鳥居さん頑張ったもんな。帰宅部のセットはって。では皆さん遅くまでありがとうございました。ではおやすみなさーい。またねー。鳥居さんの進路気になる。確かに、だか内申点ギリギリなのに、じゃあ赤点ギリギリなのにどこ行くんだろうね。今来たとこもう終わります。じゃあ